ごめんなさい、井上です。こうです。何、もうなんかこれ見たことあるけど、これね、見覚えある。はい、実はツインズスタジオ、前ね、僕らが借りてた倉庫で、まあ、こういったものね、事務所で作ってたりしたんですけど、どうなんですか今回。こんなもんじゃないですよ。今回は家建ててみた。いやー、ついに。はい、ということで、こうくんから重大発表があります。はい、ということで今回ね、家建ててみたというタイトルなんですが、いや、だってどこみたいなのあるからね。そうなんですよ。はい、新しく土地を借りてツインズの活動拠点ができました。あー、作っちゃったよー。なんてあれ、前回ですね、ツインズスタジオという当時 YouTuber で言ったら、ね、そう、最大の屋内施設ツインズスタジオがありました。この土地ですね、ツインズスタジオよりもさらにでかい屋外施設、まっさらなところを一から作ります、はい、しかもこうくんが作ります。夏の合間を縫ってこれ DIY で作っていくんで、ちょっと期間が長すぎるからね、年単位で、うん、なんで、ヒロム君にちょっと編集とか任せる間に僕たち作っていきます。この数ヶ月間をもう一気に前編後編で見れるということですね。そうです。今回、みんなと一緒に、ツインズの仲間とか、今まで出会ってきた仲間と一緒に作り上げていく場所になっています。はい、ということで、皆さんぜひご覧ください。どうぞ。月末とかなんですけど、だね、顔が見えない、ね、めっちゃあったかいんで半袖寝てます。気持ちいいです。基礎となるコンクリートブロック敷いていきます。行くぞ、あよう。カット終了。おい、いいじゃん。床の基礎ができたんで、貼っていこうか。一番大事なとこ。怖いです、悪いです。すげえ、天使郎、なんかすごい安心感、安心感あるね、全然安心感ある。普通に床がないって。なんかスタジオ時代を思い出すね、これやると懐かしいなぁ。さあ、まぶしいてくれたらなってさもう絶対忘れらんないよ。ちゃんと覚えてるよ、壁塗ったのも覚えてるよ。いろんな人に携わってほしいから、誰でもいいってわけじゃないの。これがやっぱ友達と、僕としてもありがたいです。こんなのに携わっていただきまして、ありがとう。言うじゃん、言うじゃんか。岐阜から来てくれこの一日のために、また明日岐阜に帰りますやばい、すぐ帰ります僕。やばい
れ様でーす。クリシャどこだの焼いていいやばくない、今日のためにした今日のために一日のために岐阜から来ました。やめてくれ、間違えたんだよ。高戸って書いてちゃんとサインさしといたで。あそう、切らんようにちゃんとバツ打ってもサインサインまで書いてある。やっとこの日がやってきました。高戸とねこの枠組みを作ったんで、今回立てていって壁を張る手前まで行きます。コーザブロが来てくれました。はい、初だよね。初だね。やっぱり気持ちいいね。いいじゃない。マジで。ああ、さすがに抑えるよ。センスがないのかな。ちょっと待って。ああ、曲がるね。入った。コーザブロ背中背中背中カメラ。やべえ、何何とか言ってあ、立てね、横だったら立ちかけ、これちょっと待ってくれ、なんだおい、おやれよ、こんなダメだよ、そんなのダメだよ、行くんだよ。やめよう、やめよう。不毛な、不毛な戦い。はい、ということで今日はシートをね敷いて、まあ、防水シートなんですけど。雨が浸透しないようにしていきます。はぁ、なんかね、やっと家ができたっていう感じする。よし、頑張っていこう。誰か来ないんよ、これ。分かった。今分かった。はい、泉ひかり選手です。はい、ああ、やだ。おかしい。ギュッてちょっと体重かけながらっていうか。下に垂直。じゃあ、できたー。いやー、泉ちゃん、ナイス。あんま疲れた、もう疲れたです。疲れるし、もうあれっこく一人じゃないんだけど、みんなさ、来てくれたじゃん、うん、これだから楽しそうにやってたじゃん。ここを借りた目的も、うん、みんなと一緒に楽しみながら、出会いを楽しみながら作るっていうのが目的なの、うん、だからヒロボ君もたまには来てよ。いや、来てる来てる。だから友達が来た時にちょっと見学しに来て電話来るのもヒロボ君、うん、今日ってあの子いるんだよねとか言って、じゃあ行こうかなとか。休みの日なのに。サスケのセットだとかね、今後パルクールの施設とかができていく予定なんで、ぜひ、そういうみんなが集まれるコミュニティにしたいと思ってます。はい、連絡ください。あの、使っていいです。連絡ください。ぜひ一緒にね、勝手に使っちゃダメよ。ヒロム君に腕相撲で勝てた人だけ入れます。あ、いいね、それ。うん、あ、それいいね。腕相撲入り口でやって、バーンとヒロム君負けたら帰ってください。そしたらじゃあ後編が楽しみやね。そこも見れるってことや、内装部分が。後編はそうです。なんでエクステリアとか、うん、まあいろいろ芝敷いたりとか。ちょっと、なるほどね、うん、俺も楽しみにしてる。楽しみにしててください。てかてかしゃれてました。いや、僕は個人的に後編をね、うん、楽しみにしてますので、はい、任せてくださいよ。またどんどんおしゃれになっていく一方だから。そうだね。その後セットができていったり、はい、どんどん充実していく。楽しいパート、うん、このガチじゃないパートがね、そうそうそう、
今は基礎だから。前回の動画と全てのチャンネル登録してない子からよろしくお願いします。次回の動画見てね。バイバーイ。